ティーガー E、ティーガー E は第二次世界大戦のドイツの重戦車であるバイ、5戦車の通称。バイ合戦車には I 型と E 型の2種類の戦車が存在し、それぞれティーガー I、ティーガー E と呼ばれる。本校での表記はティーガー E で統一する。ノルマンディ戦線でこの戦車を見たアメリカ軍はキングタイガーと呼び、イギリス軍はロイヤルタイガーとあだなした。 このあだ名がドイツに逆輸入され、低ニッヒスティーガー、ドイツ語での意味は、ベンガルトラと翻訳された。なお、ソ連赤軍からは、パンターの発展型と解釈され、前線では、新型標戦車と呼ばれた。設計概念は、ティーガー I を踏襲したが、車体には、さらなる重装甲、重武装が施され、パンターと同じように傾斜装甲が採用された。車体のデザインは、 ティーガー・アイよりもむしろ、パンダーの発展型といえが、トランスミッションは、ティーガー・アイの流れを組んだものである。ティーガー・ E の重量は68.5トンから69.8トンにも、及び、全面走行は150から180ミリメートルの厚さを持ち、8.8センチメートル KWK432L71 戦車砲が、主武装となった。車題、シャーシは、 ほぼ並行して開発されていたヤークトティーガーに、その延長型が流用された。ティーガー E が戦線に投入された時点で、その重装甲及び強力な手法に、事実上対抗できる戦車は存在しなかった。これは、西部戦線で、特に顕著で、イギリス、アメリカ両軍は対抗し得る、重戦車を保有していなかった。戦闘中にその全面装甲を貫通した事例の、記録、 証言が現在に至るまで発見されていないことが本社の防御力の高さを証明している。防御陣地に配備された T ガー E はその重装甲の効果を遺憾なく発揮したが、機動性に乏しく構成時にはさほど威力を発揮できず、期待をかけていたヒトラーの失望を誘った T ガー E の開発は対戦後半であり、 試作者も含めて1943年9月から1945年3月の生産終了までに489両と比較的少数の生産に終わった。これは生産工程が複雑であるのに加え、1944年9月から空爆により何度も工場が破壊され生産が中断したことが大きく、計画通りであればさらに650両を超える T がい、e、いが、 完成していたはずだったという。他のドイツ戦車同様に、ティーガー E はガソリンエンジンを装備したが、より軽いパンターやティーガー I に装備されたものと同じであったため、慢性的に出力不足に悩まされた。本社は第二次世界大戦中に使用された他の重戦車同様、大量の燃料を消費した。これは補給が不足がちな対戦後半には運用上、 深刻な問題となった。戦闘で撃破されたティーガー E よりも燃料切れや故障で放棄された車両の方が多かったという。本社の開発はヘンシェル及びポルシェの両社に発注され、各社用の砲塔がクルップ社によってそれぞれ設計された。どちらも前面の厚い走行と長い方針の重量バランスを取るため、カウンターウェイトの役を果たすため工部が延長されており、 内部は、即応砲弾用のラックになっていた。また、トーションバーサスペンションのせいで床下に脱出ハッチを設置できず、代わりに、砲塔後部に置かれた。キューポラは、ティーガーアイの中期型以降と同じ、ペリスコープによる、間接視認型であった。初期量産型の50両の曲線の強い砲塔は、ポルシェターレットと呼ばれ、ポルシェ社の試作車両にも用いられていたことから、 ポルシェデザインとよく誤解されているが、実際には、クルップ車のデザインである。これは、大軽視に優れたデザインではあったが、T-34 やマイナスに、パンターの前機型同様に、湾曲した 100mm 厚の砲塔全面下部への、命中弾がショットトラップ、長弾して、防御の弱い車体天板や砲塔リングを貫通するを、生じ、容易に撃破される危険があった。 ポルシェ社の設計案 VK4500 には VK4501 の時と同様駆動に大型電動モーターを使用するハイブリッド式であったが貴重な戦略物資である銅を多く消費するという問題もあった VK4500 には砲塔が車体前方にある V 型と後方にある H 型の2種の設計案が計画されたが砲塔部品が 先行量産された段階で開発は中止され、試作のみに終わった。クルップ社から送られた部品を、ベクマン社で組み立てたポルシェ型砲塔は、流用され、ヘンシェル社の VK4503 の車体に搭載され、初期量産型の50両となった。以降は、ヘンシェル社の T g H3 用砲塔、ヘンシェルターレットが搭載された。このヘンシェル型砲塔は、 直線主体のデザインで、切り立った 180mm もの全面装甲と、円錐型棒立てのザウコフ、豚の花の胃により高い防御力は誇った。戦況が悪化すると、T が E 生産工場から戦線へ直接送られることとなった。生産後の検品やテストが省略された結果、多くの機械的トラブルが発生し、特にトランスミッションは、 車体重量のため頻繁に故障した。生産初期のトラブルは深刻なもので、例えば極初期型を、式戦車として受領した第三百十六無線、操縦戦車中隊の五両は、直接交戦する以前に故障により爆破放棄されるに、至っている。また、第五百一0戦車大隊でも、当初、最終減速機のトラブルが原因で保有する四十五両中八両のみという、 極めて低い稼働率であった。さらにエンジンはより軽量なパンターと同じマイバッハイ HL230 を流用したことも悪影響をもたらした。パワーウェイトレシオが T ガー R より低くなっており、走行時は全開運転をしなければ移動できないことが多かったため、オーバーヒートが頻発した。ヘンシェル社の主任設計者、エルヴィン・アーダースは故障は t が e がテスト結果を考慮せずに生産に入ったため生じたと語っている。エンジンと動力機関は重量のため過重な負担が生じ、より多くのテストと問題解決が必要であった。しかし、十分なメンテナンスと適切な取り扱いにより状況は改善され、終戦間近の1945年3月15日付の状況報告書によると、 稼働率は59%と同時期の4号戦車の62%に近い値であった。T ー,ー E の生産は1500両が発注されたが、試作車両も入れて、総生産数は485から492両と見られる。本格的生産は1944年中頃から第二次世界大戦の終了まで行われた。各車両は、 5個々の砲塔番号が記入された。ティーガー E の実戦投入は、第530戦車大隊による1944年7月18日のノルマンディ上陸作戦での戦闘が最初である。同大隊は、東部戦線で大きく消耗した後、1944年6月にティーガー45両で再編成がなされ、そのうちの12両がポルシェ砲塔を装備したティーガー E であった。 東部戦線では、第5百1重戦車大隊が1944年6月25日から8月7日に、かけて45両のティガー E を、受領、8月12日に、ビスは川上のバラの不況等補での戦いに使用した。その後もバルジの戦い、春の目覚め作戦、ベルリンの戦いなど弾薬、燃料不足に苦しみながらも、要所要所に投入され、結果的に、 ドイツ軍が主戦一方となってから実戦投入されたことでティーガー E はその重装甲と強気力の威力を発揮できたと言える。ドイツ軍が攻勢側であった時期ならば機動力に劣る本社はその進撃についていけなかったはずである。実際最後の構成であるバルジの戦いでもパイパー戦闘団に SS 第5110戦車大隊。 一部 S 台590戦車大隊より、編入した車両もありの約20両が参加しているが、映画などのイメージとは異なり、戦闘に立って戦ったのは35両ずつの4号戦車とパンターで最後尾を進む本車は、カーブの多い狭い小道を進撃中に、頻繁なギアチェンジにより最終減速機を破損し、脱落するものが相次いでいる。また春の目覚め作戦に参加した本車も、 その重量から地面が陥没してしまい放棄されるなど、実力に対して散々な結果を残している。だが、多くの問題があったにもかかわらず、ティーガー E は、連合軍にとって恐るべき相手であった。ティーガー E の手法は、実戦に投入されたすべての敵戦車の、有効射程外からの射撃で撃破が可能でった。なお、有効射程は T-34 の3倍近く、あったと言われている。 そして、本戦車の性能を考えた場合、走行と圧倒的な火砲の性能差によるアウトレンジ戦法が可能であり、遠距離からの攻撃ができる広大な平原であれば、最大限の能力が発揮できたことが想像出る。そのため、東部戦線、厳密に言えば、クルスクの戦いなどの平原などであれば、史実より戦果を上げることができたかもしれない。 だが、西部戦線のような障害物の多い森林などでは、その過保を活かせず、むしろその地域に投入された本戦車は、その重装甲に禁する、機械的な故障を招いてしまうのであった。当初、T-GAR-H3 と呼ばれていたが、1943年3月13日より、T-GAR-E に変更された。書類上の正式名称は、装甲戦闘車両 T-GAR。 8.8cm SD KFZ 182B 型、または略して t ガー B 型。k 2ヒスティ e ガーの名は1945年1月、初旬の報告書の中で非公式に使われているのが確認されている。なお記録上、バイ合戦車と書かれたものは少なく、むしろ t ガー e E、t ガー B 型の方がニックネームではなく正式名称である。 の日本語読みの表記は、ケーニッヒス、ケーニッヒス、ケーニクスなどいろいろあり、ドイツ語でも方言により変化がある。1970年代後半、戦車専門誌である、月刊パンザーの編集部が、西ドイツ、当時大使館に電話して尋ねたところ、ケーニクスであると回答されたため、以来同士ではそう表記されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。